皆さんこんにちは、ガジェログです。今日はレドミースマートバンドプロに楽天リンク、そして LINE からですね、着信があった時にどういった挙動になるのかというものを検証してみたいと思います。今回ね、このレドミースマートバンドプロにペアリングしている端末は、これ最近ですね、楽天の方からプレゼントしていただいた楽天ハンドになっています。今このようにですね、楽天リンクも入っています。そして LINE も入っていますね。つまり着信があった時にはですね、楽天リンクを経由して着信する形になっています。 LINE に関しましては、皆さんご存知の通り、普通にねインストールされているわけですね。楽天リンク宛てに着信があった場合、どういった挙動がこのレドミスマートバンドプロに現れるのかを見てみたいと思います。まず普通の通話の着信ですね、そしてメッセージの着信もやってみたいと思います。合わせて LINE に関しましても同じ形で着信とメッセージに関して見てみたいと思います。では早速本日も行ってみましょう。では発信に使う端末は今こちらのね端末になっていますので、かけてみたいと思います。はい、来ました。はい、来ました。今奥さんから着信がありました。しかしながらレドミスマートバンドプロは全く反応がありません。じゃあ切ってみますね。はい、こういうことなんですね。相手が切りますと、当然ながらスマホの方に不在着信になります。そしてその不在着信がこちらのレドミスマートバンドプロに通知が行くという形になります。このように残っていますね。つまりダイレクト、リアルタイムに着信があった時に、こちらに着信の今ありますよって教えてくれるわけではなく、相手が切った段階で不在着信という形になりますので、非常に残念な通知の形ですね。では楽天リンク経由でメッセージを送ってみたいと思います。送りました。はい、来ましたね。このようにおはようございますと来て、それをダイレクトにもうすぐレドミスマートバンドプロの方に通知が行くようになっていますので、メッセージに関しましてはリアルタイムに通知されるってことが分かりました。これはですね、予想通りの挙動になっていますね。楽天リンク経由で通話の着信に関しましては、アプリを使っているので普通の電話回線で通知が行っているわけではないんですね。ですのでこういった挙動になってしまいます。はい、不在着信のみしか通知が来ません。ですので相手がねかけてきてくれた時に直接ね着信を受け取ることができないっていうのはちょっと残念な仕様になっています。でもこれは別にレドミスマートバンドプロが悪いわけではなくて、楽天リンクの仕様がそうなっているので、仕方ないことなんですね。では続きまして LINE 通話で着信の方してみたいと思います。ここでスマホメーカーのユミレジからお知らせがあります。ユミレジルは現在ギフトキャンペーンを行っています。今回の内容は抽選で10名の方に新しいスマホであるこの A13 Pro をプレゼントされます。このギフトキャンペーンの詳細は概要欄にありますので、そこのギフトキャンペーンのリンクからアクセスしてみてください。そうしますとこのような画面が現れます。3月の28日までキャンペーン行われていますので、ぜひチャレンジされてみてください。ちょっと見てみますとね、このように13方法のエントリーがあるということです。一個一個クリアしていくと当たる確率がですね、非常に高まるということですので、英語サイトになりますけどもね、ぜひチャレンジされてみてください。ではお知らせは以上となります。 LINE 通話で着信の方してみたいと思います。はい、今発信しました。はい、来ましたね。はい、奥さんから着信がありましたけども、レドミスマートバンドプロには一切通知がいっていません。はい、では切りますね。はい、先ほどと同じですね。アプリを使った着信に関しましてはこのような挙動になってしまいます。不在着信のみになりますね。ですのでリアルタイムに今着信ありましたよという、そうした通知は来ないってことになります。では今度はですね、 LINE のメッセージに関して見てみたいと思います。では今から発信します。はい、送信しました。はい、来ましたね。このようにリアルタイムで今来ましたので、先ほどと同じようにメッセージに関しましてはリアルタイムで確認することができました。ということでですね、楽天リンクとそして LINE、 多分他のアプリでも一緒だと思いますね。メッセージアプリに関しましては通話ができるものも含めてリアルタイムでこちらに通知させることはできないってことになります。
ただしメッセージに関しましてはすぐね通知が行くっていう形になりますので、そのあたりに関しましてはまあ良かったなという感じなんですね。ではこの後に楽天リンクのアプリを削除してみて、普通の電話回線として着信した場合こちらに通知が来るかに関してちょっと見てみたいと思います。今ですね楽天リンクをログアウトしました。そうしますとこのような状態になっていて全く使えない状態になっています。ではこの状態でこのスマホ宛に電話をかけてみたいと思います。回線交換式の通話着信になります。はい、今かけました。はい、普通の着信です。あ、来ましたね。はい、こうなります。今非通知になっちゃっていますけども、まあ、このように着信することができました。はい、今切りました。ということで大体ねこういう挙動になるっていうことを知っておくと一つね安心材料になるんじゃないかなと思います。通話着信が来なくて悩んでいる方、今回の動画を見てなるほどと思っていただければ幸いです。私個人としてもね本当にダイレクトリアルタイムに着信来てくれたら本当に電話に関しては受け取りやすいなと思うんですけども、まあ、それはアプリの仕様ということで、まあ、仕方ないってことになります。では本日は以上となります。この動画が良かったということは高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をこの機会にお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。